ずっと好きなの？大好き。いつから好きなの？中3かな。中3、ちょうど女の子のアイドルにハマり始めた時代、美女にハマり始めた時代、美女に。そう、なんか可愛い女の子めちゃめちゃ好きって言ってたもんね。大好き。そうだよね、大好き。はい、ですね、この曲が好きな理由がなんですけど、うん、これアルバムの曲なんですよね。それ表題曲とかじゃなくて、うん、ちょっとコアな方の曲なんですけど、うん、私のもう生涯一生愛してやまない推しメンのですね、はい、白石麻衣様がセンターを張ってらっしゃる曲、うん、ありがとうございます。ダブルセンターなんです。ありがとうございます。斉藤飛鳥様と、ありがとうございます。白石麻衣様って張ってたんですけど、なるほど。サウンドとかからもすごい全部好きで、うん、その好きになったのが中学3年生とかの時だったのかな、うんうん、だったんですけど、もうその時からダントツでこの曲が好き。なんかなんで表題じゃないんだろうってぐらい、うん、ああでもあるよね、アルバムの中にこうふと1曲ポンって入ってた曲が自分にめちゃめちゃ刺さるみたいな。わ、うん、かる。でも今乃木坂さんさ、うん、白石麻衣さんご卒業されてるじゃないですか。されてます。え、もう心境的にはどっくらいな感じなんですかね。麻衣さんのですね、はい、卒業がですね、なんと朝の8時ぐらいに発表されたんですね、はい、その日学校、私学生だったんですけど、うん、朝起きてニュース見て、うんうん、卒業される、涙出るじゃん、うん、もちろん、うん、で出てる状態が止まらないまま家を出て、まあ、自転車でね通学するじゃん、教室のドア開けたら、うん、みんなが一斉に寄ってきて、大丈夫、あそこみんな知ってるの、そんな状態、優しいね。で数学とかの授業中もずっと泣いてて先生に大丈夫か心配されながらずっと言ってました。推しメンが卒業するため今日は早退します。いや本当にそんなレベルだった、マジでショックで。そう、推しがね卒業は悲しいよね、受け止められないんだよ、うん。